見える見える、よく見える、ただで見れるなんて最高なのよ。ん？ちょっと車掌さん。はい。車内でわいせつな行為をしてる男がいます。え？すぐ行きます。あいつです。鏡を使って覗いてるんです。え？ちょっとお客様。わいせつ行為は許しませんよ。何がよ。その鏡に反射させて女子高生をジロジロ見てただろ。え、キモ。そんなことしてないのよ。嘘つかないでください。さっきから30分くらいずっと覗いてましたよね。ああ、覗いてたよ。ネットフリをね。はい。姉ちゃんがちょうど見たいドラマ見てたからな。じゃあ鏡にスマホの画面を反射させてたんですか。そうなのよ。何も悪いことしとらんだろ。迷惑行為です。事務室まで。すげえ。この階段きっちい。エスカレーター欲しいよね。マジそれ。ん？あのサンダル、なんか変じゃないか？着いたー。疲れたー。さーて、いいもんが取れたし帰るか。ちょっといいですか？え？こんな寒い日にサンダルですか？別にいいだろ。俺は年中サンダルなんだよ。でも珍しいですね。サンダルに iPhone をしまうなんて。え？何のことだよ。さっき階段で女子高生の後ろをぴったりついて歩いてましたよね。え、だからなんだよ。たまたま前にいただけだろ。サンダルの先に iPhone を忍ばせスカートの中を撮ってたんですよね。は？最低。やだ。 そんな証拠どこにあるんだよ。俺は何もやってねえよ。一番の証拠はあなたの写真フォルダーにありますよね。女性専用車は快適ね。まもなく9時をもちまして女性専用車両は終了いたします。えっ、くそがよく平気に入ってこれるわね。もう誰でも乗っていいのよ。ヌーの群れみたいにゾロゾロと。君が悪いわ。我慢するのよ。もう平等な時間なのよ。チョーそが。落ち着いてください。私たちも突然大人数の男性が入ってきてびっくりしちゃったんです。マジな。クソが。あんたたちはいつも暗いのさ。グッとした顔がレディーにとっては怖いのよ。スマイルスマイル。そっちだって怖い顔してたのよ。チョー。難しい問題だね。ご乗車ありがとうございます。そのまま生産機に入った金を出せ。はい。銃を突きつけられてる。ここは言うことを聞いた方がいいな。奥の金庫にある金も持ってこい。はい。こいつやけに中のことが詳しいな。何しよっと。撃つぞ。その話し方は裏のか。何言ってんだ。早くしろ。撃つぞ。会社を辞めたのはこんなことがしたかったからなのか。うるさい、黙れ。今ならまだ戻れる。辞めるんだ。うるさいうるさいうるさい。俺の何がわかるんだ。そこまでだ。こんなバカな強盗するやつまだいたんだな。どいつもこいつも邪魔しやがって。紛れだ。とどめだ。正義よ。化け物だ。大丈夫でしたか。僕は大丈夫ですが、お金切っちゃってますね。ごめんなさい。今から広島って行きますか。今のところ運転再開見込みがなくてですね。そうなんですか。せっかくの卒業旅行だったのに電車が止まってしまい申し訳ありません。別のルートでご案内しますね。GM は本当クソだな。使えないのよ。なんか言われてる。絶対俺に言ってるよな。無視してんじゃないよクソ GR が。なんでこんなこと言われないとなの。 GR なんて使わねえクソが。こんな仕事耐えられない。いや、お兄さん何も悪くないんで何も気にしないでいいですよ。え、マジで私たち気にしてないから気楽にやって。でもだってお兄さんが何かしたわけじゃないですよね。まあ、はい。これも旅の醍醐味ってやつじゃん。後で笑って話せるし。皆さんあんま気にしすぎないで。今日はこのぐらいにしとくのよ。で、皆さんの優しさに本当に助けられました。意外とこういうお客さんの方が多いと思いますよ。マジそう。はい。ちょっと駅員さん、どうされました。財布を落としたのよ。盗まれる前に取りに行かせてちょうだい。ああ、すぐ行ってきてください。盗まれてたら許せないわよ。こっちか。ちょっと待った。あ、手に持ってる財布は私のじゃない。盗むつもりだったのね。いや、駅員のとこに。後から付け足しても遅いわ。盗もうとしてたんでしょう。ちげえつってんだろババア。本性を出したわね。腐ったみかんが。警察に言うわよ。俺はこれから届けようとしてたんだよ。信じてくれよ。どうかしら。五十嵐、出口反対だよ。何やってんの。だからこれを。うん、そんなの届けなくていいよ。売りに行っちゃおう。ちょっとあんた、これで分かったでしょ、五十嵐がどっちなのか。あいよ、おばちゃん。ありがとね。苦しい。もう耐えられないよ。どうしたのさ。ちょっと苦しくなってしまって。最近の若い子はちゃんと朝ごはんを取らないからよ。いや、香水とかの強い香りを嗅ぐと
苦しくなっちゃうんです。え、私の香水の香りが無理だっていうのかい。いや、そんな、こんないい香りがわからないなんておこちゃまに。おいごらてめえ、化学物質過敏症を知ってますか。何を言ってるのよ。橋爪さんはいい香りでもその香りで苦しんでいる方もいるんですよ。え、息苦しくなったり倒れてしまうこともあるんですよ。そうだったのね。そういう方がいるんだと知っておくだけでも今後配慮ができるんじゃないですか。わかったわよ。車掌さん、ありがとうございました。笑顔よし。ちょっと車掌さん、どうされました。電車のトイレで規制を上げてる人がいます。え、すぐ行きます。シュポー、ちょっとお客様。シュポー、何事ですか。シュポー、いい加減にしてください。カツジと申しますか。知らないですよ。何やってるんですか。トイレにチョコボールを落としてしまって、取ろうとしたらどこかに吸い込まれちゃったんです。知らねえよ。もうチョコボールぐらい諦めてください。トイレに潜んでる象が吸い込んだんじゃないんですか。そんなわけねえだろ。電車に象入りきらないだろ。じゃあ星のカービィが吸い込んだんじゃないんですか。そんなわけねえだろ。カービィなら電車ごと吸い込んじゃうわ。じゃあ車掌さんの家のトイレにワープしたんじゃないんですか。してねえわ。じゃあマギー信じさんのマジックじゃないんですか。すげえだろ。マギーさんなめんなよ。じゃあもう帰ってこないんですね。チョコボール。チョコボールってあのお菓子ですよね。いや、僕のうんちです。帰れ。ゴールまでもう少しだ。浪江到着です。着いたご乗車ありがとうございます。大回り乗車してきました。そうですか。どちらから来られたんですか。松本からです。結構遠くから来ましたね。神ルートを見つけたんです。これは誰も教えたくない。では念のためルートを確認してもよろしいですか。松本から塩尻に行って、塩尻から辰野から岡谷に行って、というわけで浪江に来ました。ありがとうございます。ではこちらから。ちょっと待て先輩、今のルート聞かせてもらったぞ。え、蘇我駅南船橋間が重複してんじゃねえのか。大回り乗車は同じ路線の同じ区間を通ることは NG だ。決まった。残念だが不正乗車だ。重複区間の3倍運賃いただきますね。健康診断終わった人から教室で待機しててください。血液検査苦手なんだよな。え、血液検査よろぽよ。怖えよ。え、看護師さんも引いてんじゃん。右、上、下。どこでやってんだよ。視力28です。はーい。魔界族か。視力良すぎんだろ。聞こえたら教えてください。ウルトラソウル。へい、聴力検査だよね。今そんな感じなの。次血圧測りますね。はーい。うん、上が1万、下が9兆です。やっぱ低血圧か。やる子は。スイカは果物である。ここはテストに出るからな。先生。なんだ。トイレ行ってきていい。まったく、授業の前に行ってこいよ。ごめん。まーバラッチ。なんだ。私もトイレ。だから授業の前に。あざこよ。まったく、まだ2時間目かよ。ここでサボろう。何やってんの。スイカゲーム。そんな体使うゲームだっけ。 Wii Fit かよ。むずいからやめた。画面割れるって。ゲームやめるときコンセントごと行くタイプだ。暇だな。穴でも掘る。末期だよ。脱獄犯しかやんなくない。バイキンマンも掘ってるよ。掘ってたね。モグリン懐かしい。おいおめえら、バラッチだ。トイレでサボっとんじゃないだろうな。お腹痛いの。私も。じゃあ仕方ないか。あ、ミスった。ゲームやっとるな。へへ。あそこ空いてる。よかった。クソが取られたのよ。最近の若いやつはすぐ座るのよ。敬うってことを知らないのよ。いや、あの、口を開けたらすぐ言い訳か。違うんです。え、これがわからないですか。妊娠してるからって何よ。え、別に病気じゃないだ。だってだっていいだろ。そんな。おいごらてめえ。え、おじさんには妊婦の辛さわかんないでしょうね。何がよ。つわりがひどい時は何の匂いでも、太陽の光浴びるだけでも気分が悪くて、気分が悪すぎて水だって飲めない時もあるんです。そうだ。ああ、初めの頃はまだお腹が出てないから気づいてもらいにくいけど、本当に辛いんですよ。辛いんだ。そうなのか。切れる前にしっかり相手を見てあげてください。マークや仕草で気づくことができるはずです。わかったのよ。クソが。お母さん、ありがとうございました。ありがとうございました。お姉ちゃんももうすぐお母さんだね。ですね。ご乗車ありがとうございます。あゆ、ちょっとお客様。何よ。 IC 定期ですよね。そうよ。なんか磁気が壊れちゃってタッチが反応しないのよ。そうですか。こちら区間は名古屋から豊橋よ。ちょっとインクが薄くて見えなくなってますね。それはそっちのせいでしょ。本当は名古屋から安城までよ。インクが薄くなったおかげでバレないわ。それは申し訳ありません。本当よ。まあこれで我慢するわ。いや本当に申し訳ないので再印字させていただきますね。え、 IC 定期でインクが薄くなってきた場合は窓口で
再印字ができるんです。いいわよそんなの。もちろん無料ですのでご遠慮なく。ちょっと待ちなさい。あれ、時間が足りませんね。あれどうしてかしら。定期の不正乗車として超高額な罰金を払っていただきますね。本日は望みがおごりをくださいましてありがとうございます。朝早かったし移動で寝てこ。おい、今のアウトだろ。マジ？いいだろ。アウト。おい、じゃあもう一回な。マジガルバナナ。うるさいな、寝れねえだろ。ママ寝れないよ。耳塞いで寝な。無理だよ。忍者と言ったら足早い、足早いと言ったらボルト、ボルトと言ったら目パッチリ。うるさいよ。どうしたらいいの？え？お兄ちゃんたちの話が面白すぎて眠れないよ。え？お兄ちゃんたちみんな芸人さん？違いますけど。普通に大学生っす。ちょっと話が面白すぎだって、寝れないよ。あ、すいません。こんなところでタダで聞かせてもらうのはもったいないよ。今度お金払って聞きに行くから、ここでは黙ってて。おー、はい。うっす。すごーい。これで寝れるね。ありがとう。もう学校行きたくないよ。まだ始まったばっかりでしょ。頑張りなさい。嫌だよ、もう行かない。みんな言ってるでしょ、行きなさい。ママのバカ、もう嫌だ。宗介どうしたの？学校で僕の話し方が変だって言われたの。そっか、辛かったね。うん、だからもう行きたくない。その子の言葉は聞かなくていいよ。え？他にもっといい友達がたくさんいる。でもまた行ってきたら？それでも言われてどうしても辛いのだったら行かなくてもいいよ。うん、逃げることは恥ずかしいことじゃないからね。ソスケ、ごめんね。ママ、ちゃんと話も聞かずにイケイケ行っちゃって。でも僕もう一回行ってみる。いい友達もいるからさ。うん、笑顔よし。パパの運転する電車早く乗りたいな。もう少しだから待ってろよ。うん、じゃあパパに行ってらっしゃいしよっか。行ってらっしゃい。行ってきます。早速12コールは運転してみろ。はい。確認するとこあんだろ、忘れんな。すみません。一個のミスが大事故につながるんだぞ。まだダメだな、勉強してこい。はい。宗介のために頑張らないと。停止位置よし、時刻オーライ。よし、いいんじゃないか。ありがとうございます。次からは一人立ちだ、頑張れよ。はい。宗介。何？パパ運転士になれたぞ。本当？本当だ。今度ママと乗りに来てな。やったー。パパすごいね。うん、僕の自慢のパパさ。まもなく大宮、大宮到着です。停止位置よし、時刻よし。わー、パパが運転してるよ。宗介の自慢の父親でいないとな。停止位置不良は立派な事故だぞ。すみません。一つの確認ミスがこういうことにつながるんだ。はい。ミスが続くようなら運転手もやめてもらわねえとだな。それだけは勘弁してください。もう絶対ミスをしませんので。頼んだぞ。はい。お帰りなさい。おう、どうかした？パパ、明日またパパの電車乗りに行くね。来なくていい。え？運転は遊びじゃないんだ、邪魔するな。そんな言い方しなくてもいいでしょ。うるさいな、ほっといてくれ。どうしたんだろう。もうミスできないぞ。集中しろ、集中しろ。うって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 。嘘だろ、こっち来んな。非常。危なかったのよ。もう無理だ。大変な目にあったな。はい。大丈夫か？顔色悪いぞ。大丈夫です。あんまり無理すんなよ。しばらく車掌業務でもいいんだぞ。だから大丈夫です。僕は運転士じゃなきゃダメなんです。なぜそこまで運転士にこだわる？僕は息子の自慢の父でありたいんです。だから、運転士を続けさせてください。お願いします。わかった。時刻、よし。大丈夫だ。普通に運転したらいいんだ、練習通りに。非常。おい、何があった？すみません。え？何もありませんでした。何やってんだよ。宗介、ちょっといいか？何？パパな、運転士できなくなっちゃった。え？なんで？ごめんな。パパがこんなんだから。パパは頑張ったんだよ、たくさんの人を電車で運んで笑顔にして。自慢のパパになれなくてごめんな。大丈夫だよ。え？どんなパパだってずっと僕の自慢のパパだよ。宗介、前みたいに笑ってる優しいパパが好きだよ。ありがとな。じゃあほら、お花見行こっか。じゃあ
じゃあ僕が弁当作ってあげるね。作れないでしょ。にぃひ迷ってまった。ムテムテするね。あ、すいません。そこ邪魔。すいません。どけ。すみません。東京無理だ。地元帰りたいっぺ。お姉ちゃん。あ、すみま。もしかして迷子？あ、うん。今日東京出たばっかで何もわからんくで。どこへ行きたいの？本郷三条目。なら大江戸線で途中まで乗り換えて六本木方面だね。すごいな。この子電車大好きでホームまで送るよ。ありがとうございます。この電車だよ。本当に助かりました。お姉ちゃんどこの大学なの？一応東京大学です。頭いいね。農協大学？急げば間に合う。ギリギリ間に合う。エスカレーターあんじゃん。ラッキー。反対だった。無理に笑わなくていいよ。あれ、切符どこやったっけな。こっちだっけな。あれ、マジでない。なくした。無理に笑わなくていいよ。次は明大前、明大前でございます。寝過ごした。無理に笑わなくていいよ。お、電車来た。10両目空いてるといいな。8両編成？無理に笑わなくていいよ。無理に笑わなくていいよ。無理に頑張らなくてもいいよ。おはろー。新章ですか？10分のちょうだい。どうぞ。アザフラー。入学式から遅刻だよ。絶対先生おっこ。あれ、あんたらうちの学校？はい、遅れちゃったんです。ウケる。バレずに式場行けないですかね。余裕ついてきな。はい。皆さんご入学おめでとうございます。校長の話長えよ。もう帰ろうぜ。だな。おりゃー。ん、何事だ。チーズ。お前ら何なんだ。新入生のゆめとえにゃりです。よろぽよー。たくぽよ。お前の仕業か。みんな逃げるよ。はい。やるつよ。おはろー。いいですね。どうしよう。二人とも。この腰入りが思えない。おはろー。10分のちょうだい。もう一回言っていいですか？もういいですよ。はい。手ミスった。ちょうだいとか言って渡してて。10分のちょうだい。アザブラー。アザプラー。アザプラやばい。アザプラいいね。ギャル強。バッチリです。おー、ありがとうございます。わー、研究だ。かっこいい。いい写真撮れた。うん。え、誰かに痴漢されました。誰ですか。証拠の金髪に決まってるじゃない。あ、いかにも悪いことしそうな見た目してるわよ。俺は何もやってないって。触りましたよね。正直に言ってください。だからやってないって。お兄ちゃんたち、こいつを逃がすんじゃないよ。捕まえて罰金を払わせなさい。ちょっと待ってくれよ。一緒に警察に行きましょう。ただで触れると思うなよ。ああ、お姉ちゃんはやってないよ。え、僕ちょうど電車の写真撮ってたから証拠の写真もあるよ。見せて。はい。お化けだ。怖。ギャー。ギャー。あ、いいですね。ありがとうございます。趣味じゃない。はい。ありがとうございます。ただで触れると思う。一緒に警察に行きましょう。ただで触れると思うなよ。 OK です。ありがとうございます。で、正面向いてもらって。何でしょ、それ3秒落とすなよ。お姉ちゃんが持ってほしい。2人でちょっと持ってもらって。こっち向きで、じゃあ2人で見て。おまけだーって言ってこう落としちゃえば。やめろ。うわー、バカ野郎。怖っ。なんかお腹なった。ゆめちゃん。すいません。新章ですか。30分のください。では50分におまけしておきますね。ありがとうございます。ありがとうございます。
お前らなんで遅刻したんだ。なんかその信じられへんぐらいの道ぬるぬるしてて。朝何があったんだよ。ローション相撲でもやってたのかよ。朝からフレンチのフルコース食べてきちゃって。優雅だな。間に合わせる気なかっただろ。ほら僕って摩擦ないじゃないですか。嘘つけ。だから家出た瞬間にこけちゃって、気づいたら習志野まで行っちゃってました。逆によくそこで止まったな。リップクリームとスティックのり間違えちゃって口開かなくなっちゃいました。どういうことだよ。足は動かせるだろ。まったくお前たち、本当はなんで遅れたんだ。はい、遅刻です。最初から出せ。せーの、すいません。ありがとうございます。はけてほしいんですけど、うん、いけます。いけるいける。皆さんこんな感じで撮ってるよ。すごい。なんかこれこういう感じなんや。システマチックでめっちゃいい。そうなんですよ。僕らはね、ありがとうございます。で、お前らなんで遅れたんだ。おばあちゃん助けてました。マナーモードにしちゃってて、いつも通る道の犬が怖くって、なんか今日すごい信号引っかかって。せーの、てへい。バッチリです。なんだこれ急いで行こうとしてないやいや、いいや、そんな怖かった。学校遅刻した。なんで遅刻した。僕って摩擦ないじゃないですか家出た瞬間にこけちゃって。ごめん、もう一回。俺笑っちゃった。ありがとうございます。